法省中学校、高等学校は、宮崎県宮崎市大和座高級にある、男女共学の私立中学校、高等学校。学校法人大淀学園法省高等学校の母体として、1922年日州高等、簿記学校を設立し、現在に至る。旧、宮崎中央高等学校。1989年、法省高等学校へ改称。 2003年に、放送中学校が開校し、中高一貫教育を提供している。宮崎県内でも、有数のサッカーの競合校である、見学の精神教育方針看護師を目指す人のための専門学科。5年一貫教育により、最大コースでの看護師国家試験受験資格の取得が可能。1983年のサッカー部の創設より、監督は松崎宏美。 2013年の第91回全国高等学校サッカー選手権大会で宮崎県勢として初優勝した。なお、今大会において、法相は大会1回戦からの6試合のうち4試合が PK 戦での勝ちであった。首都圏開催となった第55回大会以降、1大会で4試合も PK 戦に臨んだのは史上最多である。また、準決勝。 決勝と2試合続けての PK 勝ちも大会史上初であった。この優勝を受けて、同年1月26日には優勝祝賀セレモニーが行われ、戸籍正史市長から同行サッカー部に宮崎市営予賞スポーツ特別賞が授与された。また、県や市、宮崎商工会議所などの主催で県庁を発着点にした約2キロのパレードも行われた。パレードでは、 松崎博美監督らユニフォーム姿の部員74人、マーチング部、シスポーツ少年団ら総勢300人が更新し、3万人が集まった。2017年11月、サッカー部の複数の部員が、前年夏に宮崎市の居酒屋で飲酒や喫煙をしていたことが発覚した。非常勤講師の女性教員も同席していた。県が、 情報提供を受け学校に調査を依頼し、学校が部員に聞き取りをしたところ、複数が居酒屋での飲酒と喫煙を認めた。教頭は野球と違って申告義務がないとして、県サッカー協会や県高校体育連盟に報告せず、開催中の第96回全国高等学校サッカー選手権大会の県大会準決勝に引き続き出場させる方針だったが、 報道後、今回の問題を重く受け止め、判断したとして、出場自体を発表した。ありがとうございます。